見つけたぞ。よしよし、もう安心だからな。助けてってなしてだ。もしかして獣にでも襲われたんか。違う違うよ、あいつらは霧のようなやつで、僕は変なところに落ちて、とにかくお姉ちゃんが危ない。変なところ。バカ、本気にするな。極限状態で。どうして信じて。ともかく姉ちゃんの方も探す。あ、行こう。なんでやっぱりあの時お姉ちゃんと一緒に逃げれば。お姉ちゃん、教授。意識がないっていうか、心ここにある。ミュウ、何やってるんだ。分かってる。教授はどうだ、動けそう。情けないな、私は。子供にしカイト君の爪の赤を煎じて飲んだ方がいいのかな。教授にも普段はこういう時だけだけど。ミュウ、聞こえて。くそ。教あ、いや、ま、悪態つけるだけの元気があるなら。みんな大丈夫か。よし、このままい。あ、ねえ、アグモ、僕たちの世界みたい。そう、それで。こう霧が濃いと何もわからないな。タクマ、早くここから離れよう。ああ、来るぞ。誰か。気のせいか。もう二度と会えないと思ってた。抱きつくと。ちょっとぐらい我慢しろよ。感動の再会なんだぜ。どうしたミノル、今タクマと言ったか。ハグ。おお、葵さんやカイト、ミュウとサキ、教授。もちろん。ミユキは？ああ、そのミユキ、そっか。じゃあその話は後でってことで。ともかく一度タクマが生きていたって知ったらみんなすっげえ喜ぶから。わかった。帰ってきた。タクマ君。おお、無事だったの。うち、ただいま。何がただいまよ。もう心配させて。でもアグモンもた。心配かけたみたいだね。みたいだね、じゃねえよ。
一体今までどこをほっつき、まったくだぜ。俺らがどんな気持ちで、まあまあいいじゃん、無事だったんだから。そういうわけ、あなた廃工場で私たちと別れて、この10日もの、え、今10日って、そう10日。答えて、青い。でも私たちが生き延びるためには必要、戸惑うのも無理はないよ、タクマ君。君が不在の間いろいろあったからね。彼女は常にリーダー足らんと。リーダーっていうよりお母さんって感じ。お母さんどな、お兄ちゃんと違って葵さん。静かにして二人とも、今は答えてくれれば。分かった。元の世界に戻って。ああ、でも僕が向こうにいたのはだから驚いたんだよ。こちらでは10日も経過。常世と写し世では時の流れが違うか。まるで浦島太郎。へえ、時間の流れが違うって、こっちで10日過ごしていてもあっちじゃ数時間しか経ってないか。ここは私たちの世界よりゆっ、へえ。だったらこのままここにいれば、さっき、平気だよ。ええ、みんなが無事なうちに戻ってこられてよかった。違いない。もっとも無事とは言いが、状況は霧がどんどん濃くなってきているのよ。まあ、いずれこの校舎も飲み込まれ。ねえねえ、一つ気になる。元の世界に戻れたならどうしてもう一度この世界に帰ってこ。元の世界でピエモンが暴れていたの。あの野郎、カイトたちの世界でまで悪さしてたってのか。もうこの世界だけの話じゃん。ああ、このままじゃ元の世界も危ない。霧に包まれたこっちの世界が元の世界に悪影。だから僕は戻ってきたんだ、みんなを助けるために、世界を救う。それタクマ、お前ってやつは。タクマ君、さすがだ。で、勢いだけで戻ってきたっては。違う、三段はあった、あったんだ。でも重要な鍵を握っている。ミユキだ。ミユキさんが鍵を握って。ミユキはもうダメだろ、期待しない方がいい。そんな簡単に言わないで。ミユは黙ってろ、俺はお前の。はいはい、そこも。たくまくん、なぜミユキちゃんが重要。僕もうまく。なんだよ、超能力みたいな。もともと巫女の家系で神様に仕え、その力でこの世界と僕らの世界をつなぐ。実際僕はそのゲートでここにも。不思議な力とか。確かにタクマくんが戻ってきたのは。じゃあやっぱりミユキさんを取り戻さなきゃダメ。できると思ってるのか。必要ならやらないと。なんでわからねえんだ、俺はお前を危険。お兄ちゃんは元の世界に帰りたく。それはタクマくん、みんな余裕がないのよ。戻ってきてくれて本当に嬉しい。こんなに時間が流れているって知らなかったと。謝らないで、ミユキちゃんの。どうしてわからないんだ。ミユ、わからないのはおい。ミユも。はいはい、そっ、たくまくんも戻ってきたし。お、ありがとう。それさて、葵のご飯ができるまで。
話って？葵たちと話してる時。まあ葵が忙しそうだけど。まあでもどこかで。俺に任せておけ。
対に勝つんだ。俺が行こう。ヤタガラモン。任せておけ。よし、俺の番だ。俺の力も上乗せしよう。私が動こう。こんな連携はどう？番が来たんだね。俺に任せておけ。またいつでも相手になろう。